残り1分です。 終了しました。 第2ピリオドがスタートしました。
ただいまのプレーヤー5ポイントです。からチャレンジの申請がありました。現在判定が赤の4ポイントだったプレーについてのチャレンジがかかっています。会場のモニターで今のプレーを確認します。会場の皆様も場内のモニターにご注目ください。
選手の投げが見せられて4ポイントが出ています。横浜3ポイントを切っています。赤の吉野選手が2ポイントを加えました。現在ポイントは6ポイントです。残り時間は22秒。女子フリースタイル69キログラム級の決勝戦、ご覧いただきました通りポイント6対4、赤志学館大学五所恵空選手、四大会通算4度目の優勝を達成しました。それでは引き続き表彰を行います。